まずは牧選手、改めて今優勝の気分いかがでしょうか。最後です。今大会初めてビハインドから始まったゲームでしたけども、その中で返していく1点でした。あのホームランいかがでしたか。ビハインドを作った原因は自分でした。皆さんすいませんでした。マジナイスイッチです。すいません。ただそこはしっかりホームランで返すところ、牧選手だなと思いますけれども、ファンの皆さんもそう思いましたよね。牧さん、今日もこの完成いかがでしたか。めちゃくちゃ最高でした。選手にとっては WBC から始まって今日まで非常に長いシーズンではありましたが、優勝に始まって優勝で終わる結果になりました。この1年どうでしたでしょうか。めちゃくちゃ長かったです。ただその侍の戦い様、その姿で夢をたくさん与えたと思います。そのあたりどうですか。今回は、若い選手がすごい集まって、すごい生き生きとしていて、めちゃくちゃいい大会になったんじゃないかなと思います。今回は WBC のあの経験をつなぐ役目としてもまたこの場所に立ってらっしゃると思いますけれども、どんなことを意識してどういうことを伝えられた、そんな風に振り返りますか。言葉にするのはすごく苦手なので、日々の行動だったりとかですけど、下の人たちがすごいしっかりしているので、特に何もすることはありませんでした。とてもでも大きな背中で引っ張ってくれていたと思います。さあ、それでは続きまして門脇選手です。ナイスバッティングでした。決めるサヨナラタイムリーヒットです。どうですか。いや、ここは本来最高ですというところなんですけど、今年のチームはリラックスということで最高です。そのリラックスして打席にも入られたと思いますけれども、打席に入る前に井端監督から直接言葉をかけられてましたけれども、あの中身を教えてもらうことはできますか。前の打席、強引に引っ張ってたっていうところで、いつも通り入れということで、はい、いつも通り行きました。打った瞬間のあの歓声というのはどのように感じられましたか。いや、もう本当にこれまで感じたことのない思いでしたね。本当に非常に最高です。ルーキーイヤーとしてのシーズン、この締めくくりというのも本当最高の形だったと思いますけれども、このあたりどうでしょう。今日の試合もチャンスで回ってくる機会が多くて、なかなか打てない中、最後また回ってきて、しっかり勝ちにつながる一打を打てて良かったです。そしてこの活躍、またこの先というところでかなり大きな目標を見定めるところというのも門脇さんの中でもできたんじゃないですか。そうですね、非常にいい経験ができた、期間だったので、これをしっかり活かして成長していけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは最後に、今年は WBC から始まって長いプロ野球のシーズンになりました。代表、そしてプロ野球のシーズン通じてというところで支えてくださったファンの皆様に、牧さん、そして門脇さんから一言ずつよろしくお願いします。まず牧さんからお願いします。はい、全国の野球ファンの皆様、1年間本当に応援ありがとうございました。来年も熱い、プロ野球熱い試合を繰り広げていきたいと思いますので、
来年もぜひ応援よろしくお願いします。さあ、それでは門脇さん締めてください。ファンの皆さん、1年間応援ありがとうございました。来年からまた新しいシーズンが始まりますが、選手全員全力で頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローインタビュー、牧選手、門脇選手でした。おめでとうございます。お願いします。